福澤博文です。今アクション監督をやらせてもらってます。皆さん、キューレンジャー見てください。きっかけ、まあスーツアクターを目指したっていうよりも、初めやっぱアクションをやりたくて、はい、で、目指して、でそのうちにやっぱりこうその仕事内容がそういう方向に行ったっていう感じです。オーディションとかはないですね。そのまあ多分アクションディレクターの方の、指示。まあ専門というわけではないんですけど、そのまあたまたまやらせてもらったのが続いたっていうことですね。好きなのはどうかな、あのガオレンジャーの、まあ、15メートルの落っこち、15メートル、まああれが高さ的にはその10メートル以上がほぼほぼあの初めてだったんで、ちょっとドキドキしながら、やったのが印象的と、あとやっぱり、劇レンジャーがやっぱ全般的にちょっとテンポがあのファイティングシーンのテンポがあの細かくなって、あの複雑にこうやっぱりしていこうっていう形の部分と、とやっぱりあと真剣ジャーは、まあ、あの日本の時代劇をこう模してるんで、まあ、あれは自分的にもまあ、得意分野ということでちょっと印象はすごいありますね。であと最後豪快ジャーがやっぱ銃と剣両方を持ちながらの感じで、ちょっと自分でも楽しくやらせてもらったっていう。あれですね、ヘリコプターにぶら下がったのと、あと車に押されて壁に押しつぶされるやつが、壁に押しつぶされるのが壁の厚さがこう厚すぎたんです。で厚すぎて、で結局こうぶち破れる厚さじゃなくて、でこう潰されちゃうような状態の厚さだったんで、急遽壁を削ってやったんだけども、足の膝から下の高さのところがちゃんと掘り切れてなくて、車と壁に挟まってちょっと、まあ、救急車で運ばれるとかで、あとヘリコプターの時はヘリコプターの下にこうぶら下がってるんだけども、その怪獣のなんすか、着ぐるみの皮膚がビリッと裂けてちょっとこうグッとこう沈んだっていう、そこで一瞬あ落ちたっていう感じがこう入ってちょっとびっくりしましたね。まあね、多分動きのことに関しては、こっちの方が主体になることが多いだ、ポージングとかにしても、まあそれをこっちに寄せてもらう形、ポーズ、そういうのはちょっと寄せてもらいつつ、喋るセリフのリズムとかテンションっていうのは向こうに合わせていくみたいな。だからまあ要所要所、全部が全部合わせるんじゃなくて、こっちに合わせてもらう、こっちも要所で向こうに合わせるみたいな。
違いはあるありますね。まあ、あの物で必然的に変わってしまうっていう部分だから、ガメラで言うともうな人間一人こう背負ってる感じの重さがあるんで、もうしかも素早い感じじゃなくて、重量感ドンドンっていう感じが入るし、でやっぱ船体の場合だとちょっとやっぱり着てるものが布っていう部分で、パフォーマンス的になるべく飛んだり跳ねたり回ったりとか入れたりとかで、まあなるべくこう技がスピーディーにたくさん出るように船体は。でライダーはちょっとこう泥臭いっていう、アメリカ英語だと難しいですね、泥臭い、泥臭いっていう、まあなんていうんですかね、喧嘩っぽい感じの、アクションになっていくような感じ、そこからキャラクター性をあとどう広げていくかっていう、難しかったですね。なんか使うところが違う、ディレクターは頭、まあアクションは体で、なんか疲れ具合がなんかすごい、なんかディレクター嫌な感じで、休みのホリデー、休みの日も結局こうどうしようかなとか次のこと考えてなきゃいけないんで、こう気が休まらないで、脳みそが休まらないんで、なんかこう気がこう晴れないっていうか、でアクターの時はもう自分がこう動きたい感じでバー動いて、で休みもうリラックス、もうはっきりと、でまあその辺が一番こう気持ちの部分が一番違うんですかね、そうですね、普通にスパイモンとか、やってみたいですね、あと時代劇、日本の、できなかったのはまあやっぱりいます、でもやりたかったなっていうか、多分自分がやっても似合わないなっていう部分とか、憧れる感じのいくつもありますね、サンバルカ、バルパンサー、おー、もうアクロバットがすごく、まああそこまではとてもできないので、もう見てうわーって興奮するくらいですかね。であと憧れて、まあなるべく近くには行けるようにはなりたいかなっていう、これからもいろいろ頑張っていきたいと思うので、応援してください。よろしくお願いします。皆さん、特撮ネットワークを見てください。お願いします。